はい、こちら沖縄県の古宇利島です。橋桁 の、 あのビーチに行くのはあのトイレの、そこトイレのトイレの向こう側なんですけれども、こっちにね、なんか新しい売店、綺麗な売店ができたそうなので、ちょっと見てみたいと思います。まあ、着いたらお手洗い、景色見る人向こう、を買い物する人こっちって感じですね。ちょっと見ていきましょう。古宇利島の駅空橋っていうそうです。9時から19時まで。で、現地の添乗員さんが言うには、この紅芋チップスがめっちゃ人気で、その中でもこの種類がある中でも黒蜜のチップスがおすすめだそうです。あとね、なんかあの古宇利島のサトウキビを使った黒糖もね、おすすめだそうですよ。でね、こんな感じでパイナップル売ってたりとかしてる。黒糖、古宇利島の黒糖がいいらしいよ。古宇利島でのサトウキビで作ってるんやって。で、紅芋チップスの黒蜜がおすすめなんだって。結構お土産充実で、なんか食べ物はさっきまでジューシーがあったけど、やっぱり売り切れちゃった。でタコライスもあと2個って感じ。なんかね、すぐ売り切れちゃうみたいで、インバウンドの人がね、なんか買い漁っちゃうみたいなので、あと海ぶどうも安いみたいです。なんかあの買いたい人はもうね、景色とか見る前に先に買った方がいいよということです。で、奥出てくるとまたお店がいくつかあって、こっちにね、なんかカフェと、あとここにもね、サーターアンダーギーとかね、ポークおにぎり売ってるお店がありまして、ここなかなか良くないな。俺サーターアンダーギー買おうかなと思って。サーターアンダーギー200円。でジュースのお店とか、あとここは、あ、ここも美味しそうやん。ガーリックシュリンプ丼、あ、めっちゃええな。時間ないけどって感じで、まあここで買ってここで食べれるよって感じでしょうかね。フードコートみたいな感じで。はい、こちらがね、古宇利島の新しくできた売店空橋でした。まあ、買い物終わったら向こうトイレ経由、奥に行ったら橋桁の方にね、行くことができます。